久保さん、今回惨めにしましょうか。まあ、お金がないとなんか惨めに感じますよね。そう。なんで俺だけみたいな、なんで私だけっていうね。何かがないと、そう。逆にあると何も感じなかったり。だから人間って不思議ですよね。子供さんがいたときはうざいなと思って、いなくなったらああみたいなね。ないと惨め、あるとまたそれもそれでみたいな。お腹が減ったら食べる、お腹が満腹になると食いたくなくなるみたいなね。そこに美味しい料理があったとしても、お腹いっぱいだとね、食べたいと思わない。何なんでしょうね。そう。だからまあこの永遠のテーマ、人間にとって永遠のテーマかなと。満たされぬっていう、満たされぬっていう、この関係性っていうのは非常に難しいところですね。失ってから気づく、失わないときは気づかないっていう。前ね、久保さんがウクライナの戦争の話の中で、なんか現地にお客さんがいるのか分かんないですけど、なんか昔、前まですごい平和だったけど、いきなりドンパチ始まってね、こんななると思わなかったっていう。今までどれだけ平和で良かったのかみたいなね。今までの存在に、そういうことが起こったからこそ、今まで普通に生活できていたっていうことは、ありがたいんだなっていうね。人間いろいろですね。でも手に入れられるものは手に入れられるうちに手に入れた方がいいと思いますね。惨めだと思うんだったらやればいいだけだし、少なくとも今日本ではドンパチやってないので、平等だと思うんですよね、そこは。1日20、だから僕はいろんな人、成功してる人たちとか、いろんな人の考え方とか、いろんなのを見てきたけども、結局平等であるものって24時間なんですよ。なんか成功してる人だけ1日80時間1日100時間あるっていうわけではなくて、みんな一緒なんですよね。みんな一緒の時間軸を生きてるんだけども、そう、その中で差が出る。なんでかっていうと、多分まあ、1万時間の法則じゃないですけども、なんかそういうとこなのかなと。惨めだと思っても、まあことを起こさなければ何もないし、まあ今日対談してきたんですけど、塾生さんと。まあ塾生さんがね、はっきりスパッとね言っちゃった。まああんまりね、言わない方がいい、角が立つんでね、言わない方がいいんだけど、まあ結果が出てない人は単純に努力不足っていうね、もう終了っていう。それ言っちゃうと、もう何も、もう話終わりっていうね。努力が足りてないですよっていうね。終わりなんですけど。まあでも本当、まあ一言で言ったとそれにつきますよね。まあ努力自分でしてないと思ったとしても、まあ周りから見ればね、例えば毎日久保さんがお客さんと会うっていうのは、周りから見たらそれは努力って思われるかもしれないけど、久保さんにとっては努力じゃなかったかもしれないし、だけど、結果が出てる人の基準値で見たときに、やってるのかやってないのかっていうのは一目瞭然ですよね。そう。ほとんどの、まあ、99.99999% の人たちが、まあ、成功してる人の基準で努力はしてないですよね。その人にとっては努力してるかもしれないですけど、結果を出してる人たちの基準値で見たときの努力量はしてないんじゃないかなと思いますね。はい、いってらっしゃい。